立教大学は東京都豊島区西池袋3の34 1に本部を置く日本の私立大学である。1922年に設置された大学の略称は立大。池袋キャンパス本家にイングランド国教会を始祖とする会派、米国聖公会の宣教師、チャニング・ウィリアムズ主教が1874年に東京、 築地に設立した聖書と英学を教育する私塾、立教学校を前身とする日本屈指の伝統校である。米国聖公会の信徒であったマシューペリーの黒船来校と初代米国総領事タウンゼント・ハリスの活動により、日本での選挙勧告を受けた米国聖公会が1859年に伝道と学校開設、医療活動を目的とする、 プロテスタント発となる日本ミッションを長崎に開設したことに始まる。日本性公会系のキリスト教主義学校である。性公会系の大学である名門オックスフォード大学クライストチャーチをはじめ世界の性公会系大学が120校以上加盟するクワックに属している。1883年に米国式カレッジとして東京大学と共に 日本最高峰の教育機関である、立教大学校を組織する。1922年には、大学令による大学となり、文学部、小学部、予科を設置。ミッション系大学としては、同志社大学に次いで2番目に認可を受けた。第二次世界大戦前には、ストリート・ポールズ・カレッジと変更。現在は正式な英称を、立教ユニバーシティとするが、 今もスクールニックネームとして、ストリート・ポールズが使われる。戦艦機以降、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、法政大学、東京大学、そして立教大学で構成される、東京六大学の一校に数えられる。2001年から、同じ成功会に属する聖路科国際大学と、単位互換制度を開始。 近隣の大学で構成する F キャンパスも開始した。創立以来、国際性やリーダーシップを育む、リベラルアーツ教育を実践しており、2021年時点で、10学部、27学科、8専修、1コースグローバル、リベラルアーツプログラムを設置。大学院は15研究科を設置している。経営学部と異文化コミュニケーション学部は、入試難易度が高く、 看板学部となっている。蔦の絡まる、レンガ作りの歴史的建造物群と、ガラス張りの近代的な校舎が調和する、池袋キャンパスは、都会にありながら、緑豊かで、異国情緒ある洗練された美しいキャンパスとして、知られている。2012年に開館した池袋図書館は、収蔵可能冊数200万冊、閲覧席数1530席以上を有する、 国内の大学でも屈指の規模を誇る図書館である。多様なグループワークに対応可能な学習スペースと充実した ICT 環境に加え、リフレッシュルーム、テラス席、ソファ席などが設けられており、カフェも併設する滞在型の図書館となっている。ラーニングアドバイザーも常駐し、文献の調べ方はもとより、レポートの書き方や、 研究構想のまとめ方を細かく指導できる体制を整えており、本気で勉強したくなる図書館を目指して、学生を強力にサポートする施設となっている。芝生広場や中庭も広がる、穏やかで開放的な雰囲気のニーザキャンパスは、近代的な校舎のほかスタジオ棟体育施設などが点在している。ニーザ図書館は、 専門書が多く、蔵書され、映像資料も充実している。交友数は2019年時点で21万人を数え、全国及び世界に、立教会と呼ばれる、交友組織が広がっている。経済界をはじめ、出版、文学、メディアなど多くの分野で卒業生が活躍している。2016年に卒業生ネットワーク組織、立教グローバル。 ローカルキャリア支援ネットワークが発足し、多種多様な業界で活躍する、卒業生たちが立教生のキャリア形成支援を行っている。就職偏差値が上がった大学ランキングでは、全国一位、イギリスの教育専門誌、タイムズ、ハイヤーエデュケーションによる世界大学ランキング2022年版では、国際性において、国内次第一位に認定されている。 2020年には大学院に日本で初となる AI に特化した人工知能科学研究科を創設した。米国成功会の総裁主教がいるワシントン DC 教区の主教座制度であるワシントン大制度。大統領の就任時、元大統領の葬儀など国家的行事にも使用されている。 国際性、リベラルアーツ教育米国成公会が設立した大学であることから、歴史的にも外国人教員が多く、国際的な学風である。1907年には、新国留学生のための、志差性学校を築地に設立し、古くから留学生を受け入れた、国際交流を行っている。ミッション系大学の特筆もあり、創立以来、 語学教育に定評があるが、近年、国際化戦略である、立挙グローバル24を推進し、教育プログラムも進化している。英語によるディスカッションやプレゼンテーションなど社会で役立つ、実践的なコミュニケーションスキルが身につくプログラムがあり、中でも経営学部、国際経営学科、異文化コミュニケーション学部、グラップでは、全員が、海外留学研修を行っている。 2013年には、グローバル教育センターを設置し、立教 GLP をはじめ、国際協力人材育成プログラムや、海外インターンシップなどのプログラムを設けている。2014年に、文部科学省、スーパーグローバル大学創生支援事業の指定校となる。グローバル化が進展し国際交流が、盛んになるにつれ留学生も増え、学内における。 国際交流と留学情報発信の拠点として、グローバルラウンジを池袋、新座の各キャンパスに開設した。日本にいながら留学生と交流することで、多様な文化に触れ、語学力を高められる施設で、国際交流イベントやワークショップも多く開かれる。専属の国際交流コーディネーターによる留学相談窓口もあり、留学プログラムの情報提供も行う。 より幅広い国の学生に対応するために、イスラム圏の学生が主に利用できる祈りの部屋を設置するなど、施設面でも充実を図っている。国際交流ボランティア制度もあり、来日した留学生の生活サポートを行い、積極的に国際交流を行うことができる環境が整う。2015年からは、 スタンフォード大学の学生と陸前高田プロジェクトに取り組んでいる。2016年からは全学部生が受講できるグローバル教養副専攻を開始した。所属する学部学科で習得する専門性に加えてもう一つの専門性を習得することで多面的に物事を捉え持続的に考える力を養成するプログラムで大学が認定する海外学習も行う。 3コース21テーマの中から、興味、関心あるものを選択し、テーマに沿って、体系的に学ぶ内容となっている。中でも2018年には、データサイエンス副専攻が開設され、データ分析、IT 技術、統計学、調査理論などを学び、グローバル人材に求められるデータ活用力を身につけることができる。こうした、 主専攻副専攻の学部履修形態は、欧米の大学では一般的であるが、日本では同じくミッション系大学の国際キリスト教大学が、履修選択方法の一つとして、メジャー、マイナーのプログラムを設置している。グローバル教養副専攻の履修科目は、所属学科の卒業単位にも参入でき、終了すると卒業時に修了証が授与され、300以上ある。 全学共通科目とともに、リベラルアーツ教育が充実化した。また、他学部が開校する専門科目も一部を除き履修可能で、大学全体を通して履修できるプログラムの自由度が高いのが特徴となっている。2017年には、国や地域を超えて、世界で活躍する、グローバルリーダーを育成する、学部相当のグローバル、リベラルアーツプログラムを設置した。 2021年11月、文部科学省大学の世界展開力強化事業において、新規採択分として、私立大学で唯一の採択校となった。2014年に採択された、スーパーグローバル大学創生支援事業を引き継ぐ、大学の中核事業として位置づけ、ソウル大学校、北京大学、 シンガポール国立大学のアジアトップクラスの大学と、リベラルアーツ教育を共同テーマとした、大学間国際コンソーシアム。ザ・アジアンコンソーシアム・フォー・エクセレンス・イン・リベラルアーツ・インタ b e r a l a r リー・エデュケーションを形成し、国際共同副専攻を開設する。海外協定校は、2021年5月現在、世界43カ国、地域に及んでおり、 米国のコロンビア大学、コーネル大学、シカゴ大学、バージニア大学、英国のケンブリッジ大学、マンチェスター大学、リバプール大学、シェフィールド大学、フランスのパリ大学、オーストラリアのシドニー大学、モナシュ大学、ニューサウスウェールズ大学、シンガポールのシンガポール国立大学、中国の清火大学、南京大学など、世界227の大学と259の、 協定を結んでいるリーダーシップ教育リーダーシップ教育においては、経営学部では少人数の体験、実践的なコアカリキュラムである BLP があり、実際に企業と連携し、企業から提示される課題にチームで挑む中で、プロジェクトの進め方を学び、リーダーシップ力が養える環境となっている。インターンシップと同じく、 社会体験ができるアクティブラーニングとなっている。ここで培うリーダーシップ力はこれまでの組織内で権限を持つ一部の人が発揮するべきものとされた能力とは異なり役職に関係なくすべての人が状況に応じて発揮することができるスキルである。質の高い授業と充実した施設環境の中で能動的で主体性を持った学生が育ち、 勉学に本気で取り組む風土となっている。上級生になると SA として、プログラムの運営側に回り、下級生へのコーチングや、教授のサポートをするなど、運営側としての視点も身につき、相乗効果が生まれている。卒業後に、いかなる企業や組織でも活躍していくことができる、力を育成する環境となっている。企業側から見ても、学生の意見を取り込みながら、 外部の会社に委託、発注することなく、市場調査を行うことができ、新規事業開発や、戦略立案などで企業と社員を活性化させる、インキュベーターとなり、産学連携の有効なモデルとなっている。また、社員のリーダーシップ研修の場にもなっている。立教 GLP は、内外で評価が高い経営学部の BLP の、メソッドを全額で展開するために、 2013年度に設置された BLP と同じく企業や団体の提示するプロジェクト課題に少人数のチームで取り組み実践的、体系的にリーダーシップを習得できる全学部を対象としたプログラムで日本語科目のほか英語科目も設けられており国際性や語学力も高めることができる英語科目にはグローバル教育センターが指定する 海外学習プログラムに参加するリーダーシップ、海外体験科目も用意されている。GLP は、今までの受け身の授業とは異なるプログラムで、本気で取り組んでいる人を応援する文化があり、仲間との真剣な取り組みの中で、主体的に考え行動していく力が身につき、卒業後に、様々な業界で活躍する人材を輩出している。 2016年度からは立教サービスラーニングが全学共通科目で始まり NPO、行政、企業等の受け入れ先での体験学習を通じてリーダーシップ力を磨くプログラムを用意している。四世大学、福丹大学、慶応義塾大学とはリーダーシップフォーラムを毎年開催している。奨学金制度、経済的支援学生の経済的基盤を整え、 学費負担を軽減し、学業継続の機会を保障するために、様々な奨学金制度が用意されている。立教大学独自の奨学金はすべて返還不要の給与奨学金で、人物、学業ともに優秀な学生の就学を援助するものとなっている。入学前に申し込むタイプと入学後に申し込むタイプとの2種類がある。入学前予約型奨学金には、 親元を離れ、住居費、生活費で、経済的負担が増す。東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を除く全国の高等学校出身者対象の自由の学府奨学金と、グローバル、リベラルアーツプログラムへの入学希望者を対象としたグラップ奨学金がある。自由の学府奨学金の支給額は、年額50万円で、 採用候補者数は一般入試、大学入学共通テスト利用入試枠で約490名と大きな枠となっており、4年間受給した場合、国公立大学の授業料とほぼ差がない制度となっている。入学後に申し込むタイプの奨学金の中には、経済的理由により就学が困難な学生を支援するための経済支援奨学金や、 国際化戦略の一環として学生が積極的に留学プログラムに参加するよう設置されたグローバル奨学金などがある。立教の出展については諸説あるが近年の研究により最も有力なのはかつて成功会の祈祷書にあった立教師という言葉に由来するのではないかと言われている。この立教師という言葉は ウィリアムズ主教によって訳出された可能性が高い。その他の説として、趣旨の小学立教編から取ったとの説、受学者交友が中央した立教法も知人から取ったとの説、ヘンリー・セント・ジョージ・タッカーが、立教はセントイコール・ポールの日本名で、それは教えの建設を意味すると記したとの説がある。応援歌や学園祭の名称などで使用されている。 スクールニックネームのストリート・ポールについても確かな文献は見当たらないが、ウィリアムズ主教が1882年頃に英名としてストリート・ポール・ S ス・クールと命名したと考えられている。米国聖公会系の学校にはすべて守護聖人が存在しており、ストリート・ポールイコール聖パウロは新約聖書の著者の一人。ウィリアムズ主教は自ら遠く東洋へ赴いた。 伝道者として偉大な聖パウロンを守護聖徒と仰ぎ、その名を本学の名に関したものと思われる。効果に歌われるように、立教学院は自らを自由の学府と呼び、見学の精神を端的に表す言葉として各所で使用している。モットーはプロデオイーティーパトリアで、立教大学では普遍的なる真理を探求し、私たちの世界、社会、 隣人のためにと捉え、教育理念として位置づけている。立教学院書生と礼拝堂、チャペルリベラルアーツ教育に基づき、グローバルな課題と社会的要請に対応し、広い視野に立って課題を発見、解決できる能力を持った、新しいグローバルリーダーの育成を教育の中心に据えている。新しいグローバルリーダーに不可欠な要素として、 柔らかなリーダーシップとグローバルな力を掲げ教育プログラムを構成している。柔らかなリーダーシップとは権限やカリスマ性がなくてもチームをまとめ活性化させ仲間の力を引き出すことができる誰もがトレーニングによって持つことができ活躍できる能力と捉えている。グローバルな力とは単に英語が話せるということではなくあらゆる国や 人種の多様な文化や価値観を受け入れ、認め、社会全体のために行動できる力としている。これらの力は、遠い国の力日本にやってきて、幾多の壁を乗り越え、道を開き活動した創立者や選挙師たちの行動力そのものを表しており、見学以来流れる教育指針と言える。米国ニューヨークにある名門コロンビア大学は、ジョージ世の直虚によって、 イングランド国教会により設立された立教大学と同じ正教会系の大学である。校内にはセントポールズチャペルも持つ。創立当初、キングスカレッジとしての大学の方針を確立する際にすべての構成員は宗教の自由の原則にコミットすることに同意している。立教大学の教育方針はキリスト教精神に基づくリベラルアーツ教育であり、 自由の学府として、コロンビア大学と同じく宗教の自由の原則にコミットされている。ウィリアムズ主教は1867年コロンビア大学より進学博士号を授与されている。立教大学におけるキリスト教学は他のキリスト教系大学にあるような聖職者養成を目的とした進学ではなく純粋に学問としてキリスト教を研究する。 宗教学である。したがって、信仰の有無は問われない。文学部、キリスト教学科では、聖書学からキリスト教芸術や倫理学まで、キリスト教の広範な領域をカバーしており、キリスト教が、世界の歴史や文化に、どのような影響を与え、受けてきたのかを学び、世界の文化、思想、芸術など、多様な視点から探求することを目的としている。 世界人口の約3分の1が、信徒とも言われるキリスト教を広く学ぶことができる国際的な学科である。また、全学部生が履修できる全学共通科目では、仏教の世界やイスラームの世界についても学ぶことができる。文学部は、大学設立当初に設置された文科をルーツとし、 昭和から続く経済学部と経営学部とともに、立教大学で最も古い。文学部文学科には、英米文学、フランス文学、ドイツ文学といった伝統と歴史ある国際経学門の先修もあり、外国の文学に加え、映画、音楽、芸術、思想など様々な観点から文化を幅広く学べ、国際的な知性と語学力を高めることができる。 また、江戸川乱歩記念大衆文化研究センターでは、日本内外の大衆文化研究の拠点として、研究成果の公開と社会還元を行っている。経営学の分野では、経営学部に前述の BLP があり、企業連携プロジェクトを通じて、リーダーシップとコミュニケーション力を磨き、それぞれが自分の強みを発揮し、チームの成果を最大化させることを学ぶ。 大学院には、経営学研究科にリーダーシップ開発に特化した、経営学専攻リーダーシップ開発コースがあり、人材開発と組織開発を推進する人材を育成する。金曜夜と土曜日開講で、社会人も受講しやすい。また、リーダーシップ理論と教育技法を研究する、リーダーシップ研究所も設置されている。国際経営学専攻は、 国際経営分野でのリーダーシップ能力を備える人材育成を目的とする。企業経営の幅広い知識を提供した格的な視野を養うビジネススクール型の大学院としてはビジネスデザイン研究科がありビジネスシミュレーションを通じて戦略的意思決定をチームで探求し論理的な分析力と事業構想を実現する創造的能力を育成する。 社会人が受講できる中や開校生である。非営利公共分野を研究の主対象とするビジネススクールである21世紀社会デザイン研究家は社会の課題を NPO、NGO などの公益法人や非営利団体で解決する人材を育成する日本初の大学院専攻である。晩年、非営利組織研究に注力したピーター・ドラッカーが伝える。 非営利組織とは、一人一人の人と社会を変える存在である、を体現する人材を育成するためのプログラムと言える。また、日経ビジネススクールと共同で、大学院生でなくても社会人であれば、誰でも受講できる、ソーシャルデザイン集中講座も開講しており、幅広い学習環境を提供している。初代学長の元田作能信や総長を務めた、 松下聖子と武器が学んだコロンビア大学異文化コミュニケーション学部は文化や言語の多様性を理解しグローバル社会の新しい姿を追求する学部である外国語で会話するだけでなく他者の行動や心情文化的背景まで理解し意思疎通する力を身につけ価値観や意見が異なる中で生じる問題や課題を論理的に把握し 解決していくことができる人材を育成する。ここで培われたコミュニケーション力、論理的思考力、問題解決能力は国家間、民族間、宗教間などの国際舞台や多文化コミュニティで生じる。問題に対処し解決していくだけでなく、実社会のあらゆる場面でも役立つ力となる。企業でもダイバーシティが広がり、多様性を理解し合いながら、プロジェクトを進めていく。 重要性が高まる中、異国の宣教師たちが異文化を乗り越えて作り上げてきた、立教大学だからこそ、生まれた教育プログラムと言える。アメリカ研究の機関として1939年に、日本で最初に設立された、アメリカ研究所は、立教大学の最初の研究所でもある。設立以来、定期観光物の発行、研究会や、講演会の開催に加え、 図書の収集、公開を通して、日本におけるアメリカ研究を支援している。また、1963年設立のラテンアメリカ研究所は、ラテンアメリカに関する、総合的な研究と、研究者、関連分野で活躍する人材の育成を行う。特に、ラテンアメリカ講座は、 日本の大学教育に欠けていた社会教育の場を提供し始めた日本における市民講座及び公開講座の草分け的な存在で1964年4月から半世紀以上にわたり開校されている。これは開かれた大学として大学教育を広く社会に提供することを早くから目指してきた立教大学の姿勢を示すもので 通年で12科目を開講している。中でも、多岐の分野を扱う、ラテンアメリカ論や語学科目の、ラテンアメリカスペイン語は、毎年多くの受講生を集めている。上記に加え、社会に開かれた大学として、科目通り修正制度を設けており、多くの学部で開講されている科目を履修することが、できる。 1978年には受験生向けのオープンキャンパスを日本の大学で初めて開始した。生涯学習としては50歳以上のシニアのための立教セカンドステージ大学が設置されている。法学部は法学科、政治学科、国際ビジネス法学科の3つの学科で構成され、1978年には 昼間部総合大学で日本初となる社会人入試を開始した学部である。学科間の垣根が低いことが特徴で、法学と政治学を一つの学部で学ぶことができる。法学科には、放送を目指す学生をサポートする放送コースがある。また、公務員を目指す学生をサポートするために、公務員の職務内容や職業としての魅力を知ることができる講義や、 行政が抱える課題に学生自らが解決案を企画、提案するなどの成果科目プログラムが用意されている。OBOG をはじめとする現職の公務員との交流の場を設けるなど、キャリア支援も行っている。2022年4月には国際ビジネス法学科内にグローバルコースが開設予定である。経済学部経済学科では基礎理論を学び、 経済の本質を見極める力と、事象を定量的に把握する統計分析力を身につけ、時代の動きを読み、問題解決していくことができる人材を育成する。経済政策学科は、理論に加え、金融政策や都市政策、産業政策、環境政策など、社会を動かす政策を専門的に学び、社会問題を解決する、政策立案力を培う。 卒業後、公務員に加え、民間企業や NPO などの立場でも活かせる、公的視点も得ることができる。会計ファイナンス学科には、公認会計士、税理士、証券アナリスト、ファイナンシャルプランナーなどを目指す学生のために、資格取得を支援するカリキュラムが用意されている。芸術分野では、現代心理学部に映像身体学科があり、映像制作やダンス、 演劇などが学べる。シアター型教室や撮影スタジオなどの設備も充実している。映画監督を多く輩出しているのも特色である。観光分野では、1946年のホテル講座から始まる70年以上の観光教育の歴史を有し、1967年に社会学部観光学科を設置。 1998年には観光学科を開祖し、日本初の観光学部と大学院に観光学研究科を開設した。観光学部は観光ビジネスや地域振興を創出する人材の育成を目的とするが、グローバル化の中で台湾の高級ホテルと6ヶ月間の長期インターンシッププログラムを設置。2021年には金沢大学と観光産業分野の 中核人材育成のため、連携、協力に関する協定を締結した。全米で名門として知られる、コーネル大学のホテル経営学部と同様に、卒業生には、老舗ホテルや、旅館の経営者も多い。理工学分野では、理学部の研究グループが、JAXA のプロジェクトに参画し、小惑星探査機、はやぶさ2に搭載した、カメラ開発。 運用に携わるなど、宇宙関連の研究開発を進めている。理学部物理学科には、宇宙物理学を専門にしている教員が多く、在籍し素粒子、原子核分野と、宇宙物理の分野では、世界トップレベルの研究を行っている。論文の比に要数も多く、質の高い研究力によって世界における、立教大学のプレゼンス向上に大きく、 貢献している。理学部の別の研究グループでは、金属クラスターを用いた金石外、可視光変換に、世界で初めて成功するなど産業界への貢献が大きく、期待される成果を上げている。また、新型コロナウイルスの変異株の感染メカニズムを解明するため、理科学研究所のスーパーコンピュータ、富岳を用いたシュミュレーションに、 理学部の研究グループが取り組んでいる。2020年度には、不学の優先的な思考的利用として、新型コロナウイルス関連タンパク質に対するフラグメント分析同計算を行い、研究成果を公開するなど活躍している。大学院理学研究科では、順天堂大学大学院医学研究科と協定を締結し、医学物理士養成プログラムである医学、 物理学副専攻を設置している。2020年4月に開設された人工知能科学研究科では人工知能、データサイエンスを人文、社会科学を含む全ての学術分野と掛け合わせることで社会課題の解決やビジネスチャンスを生み出す力を育成する。これまでの技術ではなし得なかった新しい方法で未来を切り開き誰もが快適で 活力に満ちた社会の実現に貢献することを使命としている。中や開校生で社会人が学びやすい。文系、理系、学部4年生、社会人を問わず学生が集まり、一期生では社会人が約7割を占め、会計士や弁護士、医師、シンクタンク、マスコミ業、金融業、中学校の教員など多様な人材が集まっている。 大学院特別進学制度5年一貫プログラム5年で修士号が取得できる制度として経済学部、法学部、観光学部には大学院特別進学制度があり経営学部と異文化コミュニケーション学部には5年一貫プログラムが設置されている。それぞれ大学院の講義を4年次から1年間受講してから 学部卒業後に大学院の前期課程を1年で修了する制度となっている。多くの場合、学部入学後に実施される選抜試験を通過することでプログラムを履修することが可能だが、異文化コミュニケーション学部の5年一貫プログラムの場合は、学部入学前の入試によって選抜する形式となっている。グローバル・リベラル・アーツ・プログラム2017年に 解説されたグラップは人文科学、社会科学、自然科学などリベラルアーツを英語で学習し世界で活躍するグローバルリーダーを育成するプログラム。原則英語のみの授業で学位取得が可能となっている。これらは明治期に解説した立教大学校のカレッジ構想とカリキュラムの復活と見て取れるグラップの1学年の人数は 20名の少人数制であり、希望入寮制により、国際交流量で留学生と生活を共にすることもできる。2年次秋学期から1年間は、世界的に評価の高いリベラルアーツ大学などへ留学する。学部という名称は採用していないが、学習内容から実質的に国際教養学部といってよい。データサイエンス教育研究推進大学内で、 データサイエンス教育、研究の中枢を担う、社会情報教育研究センターでは、調査、情報、統計という3つのスキルを活用した、教育研究活動を行い、データサイエンス力の高い人材育成と、データリテラシー高度化支援を全学的に展開している。統計、社会調査系科目の提供や社会調査士資格、取得支援に加えて、 統計学習コンテンツソフトウェア開発や調査、研究コンサルティングを行い、さらには統計関連セミナーを開催している。講述のデータサイエンス副専攻への科目提供も行っている。また、既存データの利活用支援として、全国の大学、研究機関で実施された学術的かつ、統計分析可能な社会調査データを収集、整理、保存し、 立教大学社会調査データアーカイブルだとして公開するとともに公的統計情報の二次的利用支援も行っているデータサイエンス伏線移グローバル人材に求められるデータ活用力や IT 技術を身につけることを目的として社会情報教育研究センターが提供母体となり2018年に開設された全学部制対象のプログラムで グローバル教養副専攻のテーマの一つになっている。具体的には、日本における調査の仕組みや公的統計の利活用を学ぶ科目群、統計学や調査理論、多変量解析、データ分析実習系科目からなる科目群、さらに英語で展開される科目群で構成され、それぞれの科目群は基礎系科目と先端系科目に分類され終了に。 必要な単位数が設けられている。渡米した、立教大学野球部の歓迎会東京6、大学野球連盟に所属する野球部をはじめ、オリンピックや日本選手権など数々の大会で活躍したことから、水泳立教と呼ばれ、日本水泳界をリードした水泳部。日本サッカーの父、デッドマール・クラマーに学び、多くの日本代表と、 日本代表監督を輩出してきたサッカー部。全日本選手権優勝7回、全日本大学選手権優勝6回のバスケットボール部など、立教のスポーツは輝かしい歴史と伝統を持つ。アメリカンフットボール部も日本のアメフトの歴史そのものといえる由緒あるクラブである。立教のスポーツは長い期間低迷する時代が続いたが、近年になって、 スポーツ施設が生まれ変わり、アスリート選抜入試などを受け入れる制度も整い、有望な選手たちが入学し、立教大学を胸に世界と戦うための環境ができつつある。野球部は2017年、全日本大学野球選手権で1958年以来59年ぶりに4回目の優勝を飾った。陸上競技では2018年から 箱根駅伝2024事業が開始し、立教大学の誇りと伝統校復活のため、強化を進めている。2019年には、剣道部が第38回全日本女子学生剣道優勝大会で全国優勝し、女子ラクロス部は第11回ラクロス全日本大学選手権大会で全国優勝し、それぞれ総部発の快挙となった。 2008年には、スポーツ科学を総合的に学べるスポーツウェルネス学科が、コミュニティ福祉学部に開設されている。2019年からは、同じ成功会に属する聖路科国際大学と協定を締結し、プロ選手や日本を代表するトップアスリートの健康維持管理を医学的側面からサポートしてきた聖路科国際病院スポーツ。 総合医療センターの医療スタッフからスポーツにおける医療的な支援や協力を受けられる体制を整備している。2023年4月にはコミュニティ福祉学部スポーツウェルネス学科を改組し、スポーツウェルネス学部が設置予定である。オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、スポーツを通じて多様性を尊重する社会の実現を目指し、 スポーツから得られる感動体験とともに活力を持って、生きる環境と機会を生み出す教育、研究活動を推進するプロジェクト。2016年11月に発足。具体的な活動に、立教スポーツの活性化、通訳、ボランティア派遣等大会支援活動、障害者スポーツボランティアの育成、競技への科学的サポートなどがある。大会が、ゴールではなく、 活動を活性化させる契機と捉えている。ブラジルオリンピックチームとは、大学の施設を、トレーニングキャンプで利用する覚書を締結している。立教大学とオリンピックのつながりは古く、1924年、パリ大会で、水泳部の学生が100メートル背泳ぎで6位、入賞したことに始まり、1936年ベルリン大会では、水泳部の学生2名が、 競泳男子800メートル自由型リレーで世界新での金メダルを獲得した。サッカーでは1964年東京オリンピックにサッカー部から3名の日本代表選手が出場し、次の1968年メキシコ大会でも3名の選手が活躍し、銅メダルを獲得した。その他競技も含め立教大学からこれまで60名以上の選手を送り出し、 コーチや監督といった選手を支えるスタッフとしても多くの関係者が出場している。競技以外でも1964年の東京オリンピックの選手村食堂運営に立教大学のホテル研究会の学生が携わった。2020東京オリンピックで池袋キャンパスに設置されたスピードクライミング壁で練習を行っていた野中生萌が新競技となる。 スポーツクライミング女子複合で銀メダルを獲得した。米国聖公会の始祖である、イングランド国教会の総本山、カンタベリー大聖堂米国聖公会の信徒である、マシューペリーの来航と、初代米国総領事で、ニューヨーク市立大学シティカレッジの創設者でもある、タウンゼント・ハリスの活動による日本の開国に伴い、ハリスと研究をのぶ教師から、 宣教勧告と情報を得た、米国政公会が、1859年2月に、日本での伝道、学校開設、医療活動を目的とする、日本ミッションの開設を決定した。この決定を受けて、中国で活動していた、米国政公会宣教士のジョン・リギンズと、チャニング・ウィリアムズが任命され、プロテスタント最初の宣教士として、 1859年の5月と6月に来日し、長崎でミッションを開設し、英語教育を開始したことに始まる。ウィリアムズ主教は、1870年に大阪、川口の寄木町に、英語塾、後の英和学者を設立し、1874年には、東京、築地の外国人居留地に聖書と英学の教育を目的とした、私塾。 立教学校を設立する。これらの学校が立教大学の前身である。1883年には、米国式カレッジとして日本最高峰の教育機関である立教大学校を設立。1899年には、ミッションスクールでの宗教教育を禁じる文部省訓令第12号に対処し、学校を存続させる。 1918年には高知を池袋に移し、池袋キャンパスを開設する。創立以来、米国成功会による経営であったが、戦時期から法人による経営となった。1945年10月15日に、ダグラス・マッカーサー連合国最高司令官の命で、文部省訓令第8号が発布し、 1947年5月3日に施行された日本国憲法とともに信教の自由が保障される。これにより国内においてキリスト教精神に基づくリベラルアーツ教育が正式に認められることとなる。1990年にはニーザキャンパスを開設。大学創立者であるウィリアムズ主教が先導的な役割を果たし、1887年に 設立された、日本聖公会で洗礼を受けた信徒たちは、立教大学において学びたいと、動機づけられ、実際に、彼らが、立大生になることが少なくない。チャニング・ウィリアムズ19世紀以前、タウンゼント・ハリス総福寺三門、高杉新作大熊重信前島ひそか、聖手もて教会と、英和学者、JH クインビー立教大学高校舎生三、一大聖堂、 t s スティング、ジョンマキム、ジェームズガーディナー、アーサーロイド築地校舎軍と、六角島博物館明治村に移設された、京都西洋羽根教会堂ヘンリーセントジョージタッカー20世紀元田作の新立教大学築地校舎大隈重信が演説を行った池袋校舎落成式東京朝日新聞チャールズ・シュライバーライフスナイダー池袋校舎ポール・ラッシュルドルフト・イスラー 清里高原にあるポール・ラッシュ像、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官、ヤシロ・タケシ・ジョタッカー・ホール・ウィリアムズ主教像ビル・ゲイツ21世紀、第25代米国聖公会総裁主教、フランク・ティー・グリーズウォルド第104代、イングランド国教会カンタベリー大主教ローアン、ウィリアムズ野球部、全日本大学野球選手権で59年ぶり4回目の、 日本一川口キリスト教会池袋キャンパス杉浦、定次郎校歌立のマーク立のマークオフィシャルシンボルで、あるてのマークは、見学の精神を具体的に表現するものとして、1918年に、ライフスナイダー総理が定めたものと言われている。てのマークには、立の文字のもとに十字架と聖書がデザインされている。現在のマークは、紫と白の二色が、基本デザインで、 紫は、王の色。白は、青春の象徴。白色の十字架は、キリストの純潔を意味している。縦の中に書かれている、プロデオイティパトリアという言葉は、神と国のためにというラテン語で、普遍的なる真理を探求し、私たちの世界、社会、隣人のためにと捉え、立教学院の目的として位置づけている。 ゆりの紋章章は中期ゆりの紋章章は後期ゆりの紋章ゆり紋章を縦のマークに次ぐセカンダリシンボルとして採用している。立教の学生や生徒、児童、各校の卒業生に広く愛用されているゆりの紋章は1932年学生キリスト教団体立教大学ローバースによって使用され始めた。立教ローバースは 2021年で創設97周年を迎えた歴史ある団体で、学内では学生キリスト教団体、山岳関係団体にも所属し、日本ボーイスカウト、東京連盟城北地区豊島第八段に所属するボーイスカウト団体である。ユリは純潔の象徴とされ、キリスト教と深いつながりを持つ。元来、ユリの紋章は神の三位一体性を象徴したもので、 キリスト教国では勝利の記号に用いられるが、立教大学では、知、徳、善あるいは、愛、正義、誠を象徴するものとして使用されてきた。スクールカラースクールカラーは紫色。縦のマークの色に由来する。紫色は、王の色を意味する。また紫は、高価の歌詞に、紫におえる、武蔵野原とあり、 武蔵野の代表的植物、紫としても歌われる。後期四根地に白色の十字架と左肩に金色の律が描かれている。縦のマークに由来し、縦と同じく紫色は王の色、白色は純潔正義を象徴し、十字架はイエス・キリストとその愛を、律の金色は研究、教育を通して追求すべき真の価値を象徴している。 1924年に、ライフスナイダー総理と、杉浦定次郎学長とによって、立案、制定された。本館モリス館1918年、米国聖公会宣教師、アーサーラ・ラザ・フォード・モリスが残した寄付によって建てられた。本館は、モリス館と呼ばれている。ニューヨークのマーフィー・ダナ建築事務所によって、設計された。かつて、米国で流行っていた。 カレッジゴシック様式であり、米国のセントルイスワシントン大学やプリンストン大学でも見ることができる。創建当初は、中央の時計塔が現在よりも荘厳な3層構造の建物で、周囲よりも高層なシンポリックな塔であったが、1923年の関東大震災で塔の上層が被害を受けたため、その後、修復する際に一層、 低い現在の2層構造で再建されることとなった。創建当時の姿である3層構造の建物で、比較すると、アーサー・ロイドも学んだ英国ケンブリッジ大学のセント・ジョンズ・カレッジやクイーンズ・カレッジの建物に告示しており、マーフィー・アンド・ダナ建築事務所が設計の際に参考にしたものと思われる。時計塔の時計は、南北の文字盤を親時計が動かしている。 動力には、噴霊が使われており、現在も担当者が噴霊を引き上げる作業を行っている。当初は一週間に一度程度行っていたものが、三層構造から二層構造への、建築時に、塔の高さが短くなったことから、現在の三から四日に一度の作業となった。親時計は、イギリスの国会議事堂に付属するビッグ、ベンと同じ、イーデント社製である。 モリス館は2012年に耐震補強と内装改修が行われたが、3層の時計塔の再建はなされなかった。モリス館は東京都選定歴史的建造物に選定されている建物であるが、選定基準にある保存状態について、外観、敷地の状況が建設当時の状態で保存されているものとされていることに加え、近年、 三菱一号館や東京駅丸の内駅舎など、明治期や大正期の建物を創建当時の姿に蘇らせる復元プロジェクトが全国的に進んでいることから、今後立教大学のシンボルとして復元される可能性がある。ツタと赤レンガツタと赤レンガ本館正門から見て、右側のツタは1924年に、 聖公会新学院のチャペルから移植された木豚で一年中緑色をしている。左側はフランク・ロイド・ライトが設計した目白自由学園アスカンから1925年に移植された。本館全体に張っているのは夏豚で秋には葉を落とす。池袋キャンパスを象徴するレインが建造物はフランス積みと呼ばれる一段に長手面と小口面が 交互に並ぶ素積法で構築されている。非常に手間がかかる思考方法で、明治中期以降はほとんど用いられていないが、大正期になってあえてこの方法を採用したのは、装飾面でより優れている点を見越してのことだったと言われている。クリスマスイルミネーションクリスマスイルミネーション本館前の2本のヒマラヤ杉は、1920年頃、植林された。 高さは約25メートルで、現在も成長を続けている。このヒマラヤ杉を用いたクリスマスイルミネーションは、クリスマスの時期、池袋のランドマークとなる。イルミネーションの始まりは、戦後間もない1949年頃当時、400個余り取り付けられていた色電球は、現在は1000個以上である。 立教学院書生と礼拝堂1916年に低組織が行われ、1919年に他の連合建物群と共に学生。東京都選定歴史的建造物に選定されている。1923年の関東大震災後に改修され、1998年にメンブリ工事が施された。日々の礼拝をはじめ。 創立記念やクリスマスなど様々な礼拝が行われている。また、パイプオルガンやハンドベルなどのコンサートや結婚式も行われている。立教学院聖パウロ礼拝堂チェコ出身の建築家アントニン・レーモンドの設計により1963年に建てられた礼拝のほかコンサートなども開かれている。1967年にチャペル会館、回廊、 ベルタワーなどが完成。チャペルとチャペル会館は五角形の回廊でつながれ、上空から見ると、立の字のロゴの形となるように配置されている。ベルタワーは高さ31メートル。大、中、小3種類の鐘が、礼拝前に鳴り響く。パイプオルガン、池袋キャンパスにあるチャペル、立教学院書生と礼拝堂には、2013年に、イギリスのティッケル社が制作した。 イギリスロマン派様式の新パイプオルガンが導入されている。導入に伴い、それまで設置されていた、ドイツバロック様式のベッケラーと社製のパイプオルガンは2013年に、竣工した、池袋キャンパスチャペル会館2階にある、マグノリアルームに2014年6月末に移設された。ニーザキャンパスにあるチャペル、立教学院聖パウロ礼拝堂には、 2014年にアメリカのオフィスク社が制作したフランスロマン派様式の新パイプオルガンが導入されており、立教大学には3つの異なるタイプのパイプオルガンが設置されている。また、大学には教会音楽の研究、教育活動を行う教会音楽研究所があり、日本における教会音楽の充実と発展のため、 研究に加え資料収集や教会音楽に携わる方との交流や研修を行い、一般の方向けにもオープンなプログラムを提供している。立教学校初代校長のジェームズ・ガーディナーが設計した東京、本郷の聖手もて教会制度に設置されていたパイプオルガンは1932年に設置された日本楽器製の国産第1号のパイプオルガンであったが、 1945年の戦災で聖堂と共に消失。パイプオルガンの音色を再び響かせたいという思いの元2002年に新パイプオルガンが設置された。聖堂は1950年に再建されている。学部池袋キャンパス7号館池袋キャンパス4号館池袋キャンパス14号館研究科、池袋キャンパス。 立川記念館池袋キャンパス11号館、付属機関池袋キャンパス3号館と11号館、マキムホールライフスナイダー館。メーザーライブラリー記念館東京都選定歴史的建造物メーザーライブラリー記念館、新館1997年から始まった全学共通カリキュラムは一般教養科目の新しい展開方法として導入された仕組みであり、 このカリキュラムに含まれている立教科目と呼ばれる科目群は特色ある大学教育支援プログラムに採択されている。立教大学の学園祭は池袋キャンパスではストリート・ポールズフェスティバル、ニーザキャンパスでは IB フェスタと呼ばれ、毎年秋に両キャンパスで開催される。ストリート・ポール S フェスティバルは学園祭のナンバーワンを決定する。 学園祭グランプリで2019年に MVP を獲得。ベストオブ学園祭でも2017年に対象に選ばれるなど、注目度が高い学園祭で、来場者数は毎年5万人を超える。立教大学広告研究会が主催するミス立教コンテストが同時開催され、ミスキャンパスのグランプリを選出する。ミス立教出身者の多くは、アナウンサーやモデル。 タレントなどで活躍している。同時に、ミスターキャンパスのミスター立教コンテストも開催されている。ストリート・ポールズフェスティバルは、東京六大学学園祭連盟に加盟している。学術、文化、スポーツの分野にわたり、様々なクラブサークル活動団体がある。そのうち大学の公認団体としては、約200余りの団体があり、学生の自主的な運営によって、 学内外で活発に活動している。体育会の各種目において同志社大学との定期戦が古くから行われているほか、明治大学との定期戦も歴史がある。また、六大学による対抗戦が野球以外の種目でも行われているのに加え、水泳部の日本大学、立教大学、明治大学による、日立名三大学水泳対抗戦、法政大学、明治大学、 立教大学による三大学定期戦、ボート部の日本大学、立教大学、明治大学による、日立名三大学レガッタなど、各種目によって、多くの大学と定期戦を行っている。池袋キャンパス第一食堂立教学院所生と、礼拝堂、チャペル、ニーザキャンパスより充実した、学生生活を支援するために、学生寮を設けている。学生寮には、 専用寮と推薦寮がある。専用寮は、立教大学の学生と交換留学生とが入居する、国際交流も目的とした寮で、リルシーナ町、ルイド、朝霞台イ、ルイド式及び、立教グローバルハウスの4棟が設置されている。立教グローバルハウスは交換留学生とグローバル、リベラルアーツプログラムの学生のみ入居可能。推薦寮は、 他た大学の学生も入居する寮で、様々な学生と交流することができる。旧江戸川乱歩帝原営城、学校法人立教学院では、設置している、教育機関をすべて同格に扱っており、大学を頂点とする付属学校は設置していない。そのため、本節にてまとめている。立教英国学院カントリーハウス、学校法人立教女学院とは、 創立者が同じであることから基本的な心情を同じにしている。立教大学はキリスト教の一派である日本政公会に所属している。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。